韓国オサム一部は16日、ムンジエイン大統領が北朝鮮に4度目の南北首脳会談を公式提案したことについて、大統領が場所と形式に束縛されることなく推進するという意思が明らかに見えたため、その分、関係部署と緊密に協議して準備していくことになるだろうと明らかにした。オサム一部当局者はこの日午前、 政府ソウル庁舎で記者団に向けてこう話し、今回の首脳会談を通して反問点宣言、9月の平壌共同宣言が徹底的に履行され、米朝交渉を進展させられる肯定的な景気を準備していこうと思うと強調した。